二人本当ごめんなさい。ごめんなさい。まあ、ピカチュウまだ出てこないから。うん、ごめんね。いやいやいや、もうちょっと待ってて。うん、ありがとうございます。はい。いやいやいや、こんだけね、たくさんの人が来てくれてるってことは、まあ、いろんなところから皆さん来てくれたと思うんです。そうでしょうね。ちょっとね、聞いてみたいな。ちょっと聞いてみちゃう？今日、横浜から来たよって人。はい。横浜から来たよ。結構地元感、地元感満載です。おー、今でしょうね。結構いますね。散歩？散歩に来たのかな？すごいいっぱいいる。うんうんってうなずいてます。そう、じゃあ散歩の皆さん手を下ろしてください。ありがとうございます。わかったわかった。じゃあ、すごいと思う。ちょっとね、ちょっと手を伸ばして広くして、関東、関東から来たよって方。関東から来たよ。多いですね。まあ、横浜もね、さっきの横浜入ってるから。そうですね、横浜は手を下ろしてください。横浜はいいよ、わかったから。あ、結構、結構いてください。すごい。ありがとう。後ろの方でも一生懸命やってくれて、あのなんかパンフレットみたいな。アピールならないわよ。すごいわ。すごいじゃあ、もっと聞きたい私。我こそはすごい遠くから来たよって人います？え、ちょっと待って、結構すごいね。でも今二人で見ちゃったよね、あの人も。ちょっとすごいね。誰よりも最初に言ってあげたの今。じゃあそこのあの、なんだ、黄色のタコ。体中がすごい真っ黄色の。体中すごい。じゃあちょっと聞いてみる？聞いてみよう。じゃあお兄さん、ちょっと手挙げてくれたお兄さん、どっから来たんですか？愛知県。まあなんともなんかね、反応しづらい感じのところは。反応しづらいところは。ありがとう。ありがとう。愛知県。うん、すごいすごい。すごい元気よく手挙げたからね。そうだよね。まあ、ぶっ飛んだところから来たんだな。そう、ぶっ飛んでるのかなって思ったのかな。愛知もね。愛知もね。でもいいじゃない。愛知県。そうすごいよ。そうだ。いいよいいよ。愛知県。他にじゃ、愛知よりも遠くから来たって人はいるから。あ、すごい待って。結構います。いるんだけどほら見てほら。あの何ギャル二人みたいなほら。そうね。ほら、ピョンピョン、ピョンピョン跳ねてる。若さ、ほら、あれが若さ。そうやね。飛んでアピールすんのよ。女の子二人で、はい、ピョンピョン、ピョンピョン飛んで。ピョンピョン、ピョン飛んでるさ。そこの女子二人。じゃあ今手上げてる。はい、手振って、はい、ブンブン手振ってください。ブンブンで、はい、その女子二人です。じゃあ、大きい声で言ってください。今日はどっから来たんですか？奈良！ちょっとざわめき。そうね、そうね。奈良！愛知、奈良。愛知と奈良。そうね。まあ遠いところ期待してます。そうね。実はね、ごめん。実は遠いよ。全然遠い。ごめんね。さっきからもうね、あの話を聞かずにずっと手を挙げてる人たちがたくさんいるんだのよ。アピールしたくてしょうがないみたいな。話を聞いてるかじゃん。本当に遠くよ。本当に遠く。本当にもうびっくりさせて。この人数の中で答えて、もうみんながマジでってなるぐらい遠いよってなる。じゃあそこでなんか両手をね、こうブンブンしてこういう状態の人必死なの、さっきからすごい必死、こういう状態のお兄さんそう、今ダブルピースしてくれた。そうな、じゃあはいはい、手振って、はい、ブンブン、イエーイイエーイイエーイ、見えてるよ。じゃあお兄さんたち聞くよ。聞いちゃうよ、いいの。本当に遠いところだからね、行くよ。あ、自信満々みたい。自信満々、イエーイイエーイってしてる。すごいイエーイイエーイしてる。じゃあ聞いてみよう、お兄さんたち、どこから来たの？台湾。え、台湾。全然あんま乗ってない。もっと欲しいよ。なんかもうそんなんだったらもうピカチュウ帰っちゃうから。
てない、足りてない、足りてない、あとは、うん、一緒。ちょっと誰がぷよぷよやもうやめてこらこら、やめてちょうだい、かわいいさも見れるよ、早く早く早くやらない、ちょっと次の次、あ、ちゃんと揃えていけば大丈夫、あ、ちょっとそうだ、ちょっと待ってください、弱いんで間違えるのがちょっと怖いんですけど、今日は頑張りたいと思います。